But will it ever be enough? When I'm bent on trying to keep it tough, will I ever settle down? Happy with the here and now. これが細麺で、これが中太麺で、これが太麺。全然違うよね。今日は真ん中の中太麺でパスタを作るの。今日はこのキノコとベーコンは使わないからお肉でやるけど、クリームパスタ作るね。これ茹で時間めっちゃ短くて、細麺やったら1分半、中太麺で2分半、太麺で4分、残留農薬ゼロよ。すごい玄米よ。めっちゃ健康にいい。でめっちゃ美味しいらしいでよ。ちょっとこれハードルが上がってるよね。今日は美味しそうよね。あ、見た目美味しそう。カメラマンモードの時声出さんよね。多いかな。多いけどいっか。具だくさん美味しいから多いかな。バター牛乳入れる入れるって言ったけど。行けばいいですかね。パスタ味薄い。うん、味薄いとかね。いただきます。めっちゃもちもち。めっちゃもちもち。うん、うん、めっちゃ美味しくない。やば、これめっちゃ美味しいじゃん。マグネシウム、鉄分、食物繊維、ビタミン B6、ビタミン B1、 グルテンフリー、グルテンフリー無添加、残留農薬ゼロ、うん、
これちょっと日曜日の細麺と太麺もめっちゃ楽しみ。冷製パスタとかいいかもね。夏は冷たいレシピ、うん、これめっちゃ好き。ちょっと忖度なしにガチで好きなやつ。男の人は食べ応えがあっていいと思う。女性は多分この麺味でめっちゃ美味しいと思うと思う。でも味うまいね本当にね、うん、もしこれをラーメンとかにするとあくまでもちょっと最近食べてないのに、あの家系横浜ラーメンとかあるやん。太麺のなんかもあれもちもちじゃなかったかな。違うかもしれない、ね、家系って何？お家で食べれるみたいな家系みたいな。俺もどうしたんだろう。代々引き継いでるみたいなこと、なんとかハム。それ家系ってやっけ。どこ系ちょっとわからん。今日はこの細麺でぶっかけネバネバそば風を作ります。細麺はね、茹で時間が1分半で超短いから最後ね。私は運命が欲しいのね。なるほどね。めっちゃ火通ってる。本当よ。あらら、ごめん。いいや。美味しそう。自分の普段のやつの方がもっとあらら。うん。ちょっとごま油かけても美味しそうやね。確かに。かけるちょっと。うん。ではでは。はい。いただきます。いただきます。細麺混ぜた方がいいよね。本当ね、混ぜた方が良さそう。混ぜよう。ちょっと麺つゆが足らんかった。ちょっといきますよ。どうぞ。うん。美味しい。麺つゆもっとかけてるよ。もう混ぜこぜが美味しいこれ。いただきます。卵も早い、生卵でも美味しいと思う。うん、なるほど。うんうん。美味しい。美味しい。もうちょっとやっぱ麺つゆかな。シソの香りが。うん。なんて？青葉。おいとろろしたね。あ、おいとろろしていいよ、うん、うん、これいいよね、ヘルシーでね、うんうん、めっちゃ美味しいけど、めっちゃガツガツいける。これいいよ、お昼ご飯になんか持ってこい。やっぱ細麺もコシがあるね。うん、本当に冷麺っぽい、うんうん、美味しい。めっちゃ美味しい。買いだめしたくなるの気持ちわかるね、ま、毎日食える、このネバネバ。どっちかって中麺、まあ中太と細を食べた限りは細が好き、うんうん、ちょっと私選びきれんかも。結構パスタとかでも平麺が好きだし、おうどんとかも平たいの好き。でも料理の仕方によって同じ中麺でこれしたらどうなのかもね。うん、わさび入れても美味しいかもな、うん、わさびが欲しいこれ、うん、ごま油たらりも正解な気がする。うんうん、ごま油って何でも美味しいね。
の方がんじゃもないからこっちじゃんでいくね。漬けな気がする。私は全部好きすぎて、そんな何が好きとかを選ぶの難しい。全部美味しい。確かに。ただこれにはこれが合ってるとかあるっちゃうかなって感じ。うん、料理によってはね。うんうん、この太麺でパスタも美味しそうやな。美味しいと思う。ね、美味しいわ。あ、なおみさんに教えてあげた。ボディメイクしてる。しっかり見せたよね。体をすっごい絞り上げて作り上げた。あ、はいはいはい。お姉さん。うん、こういうなんていうと筋肉作るとか、もうめっちゃ教えてあげたいけど、これクーポン作ってもらったから、公開してからやっぱクーポン使える状態で言いたくって我慢してる。自分もクーポンを使って買いたい、お得に買いたい。私も、うん、うん、毎日でもいいかもしれない。玄米麺、うん、これ褒めてくれたこともとっちゃけど、うん、これもよ。どうやった、うん、
初やけど、これトマトと卵炒め、トマト卵炒め、うん、六本松にさ、ニーハオポンユって中華さんあるやん、うん、トマト卵丼、うん、あって、あれを思い出す。あ、これ本当に、この玄米麺はゆりさんプロもおいしめやからやろうって、うん、絶対もうあんでって感じ、本当に美味しいし、本当にグッドだよって感じ、うん、変な、なんか癖がある麺とかあるやん、うん、そういうの全くないよね、ほんと美味しい。これ私、担々麺上手じゃない？うまい。食べてみよう、手で食べるね。うん、ふん上手じゃん。ちょっとオーブンだね。ちょっと私が塩振りすぎた、ごめんね。ちょっとしょうがない、ちょうどいいんじゃない。うん、ふんもううまい、これジューシーほんと。うん、ふんこの手羽先、うん、あとはね、体重をどうやって減らすかっていうか、なんか今年からって言わなかった。今年からするよ。もう日にち過ぎたけどね、うん、8月3日から宣言してたから、うん、ストーリー上げてなかった。上げてた、上げてたよな、ストーリー。嘘つきになってる。あ、そうなんやと思ってたけど、痩せたいってめっちゃスイーツ食べながら痩せたい、うん、痩せたいって言ってるよね。ただよ、一つ痩せて、うん、やっぱり体質がすっごくある、体重に関しては。あ、そうだね。痩せ体型の人と、うん、もうとにかく生まれながらにぽっちゃりしてるとか、あと私みたいに中肉中背やけどめちゃめちゃ太りやすいみたいな。だから、まあ、今ぐらいは許されてたいと思うよね、ここぐらいまでは。別に俺はそんなもん思ってない。だってこんなん食べるのにさ、太らんわけだ、うん、お父さんもそうやし、そういう人たちっているって思うじゃん。それだけじゃないね、絶対ここはしは甘いもの食べてるから。カロリーを消費してないもんね。はい、いいじゃん。うん、いいですよ。頑張って生きてるよ。頑張って生きてるのにさ、痩せんといかんとかさ、若くあらんといかんとかさ、できてるし、みたいな。結局は自分がどう思うかだから、仕事でも人生でもそう。そこに納得がいってるか、納得がいって満足って思う人もあるやろうと思うし、結局人生って自己満やと思う。人と比べてどうとか、人はどうのこうのジャッジすることじゃなくて、うんうん、どんな形で、どんな自分で、どんな人生であっても本人がめっちゃいいと思ってたらいいに決まってる。それはもう人が決めることじゃないよね。今そう言って言わんかった、とったとよ言ってたよね。